西宮の市会議員で矢野正史と申します。今回私はこの場で伝えたいことは、法輪功の皆様に対してですね、中国共産党が非常な人道的でない働きんですかね、行動を行っているということに対して非常に残念だというか、人間の尊厳を潰すようなねことをねこうやっていることは非常にこう許しがたいことなので、こういった報道を通じて、どうか世界のみんながですね、中国共産党が法輪功に対している行動に対して非難して止めるように、働きをね運動をしていただきたいということで、伝えさせていただいております。私なんかはそんな SNS でどやこやいことは得意ではないんですけどね、若い人たちの力によって、法輪功の皆さんも助けていただきますようにね、どうかよろしくお願いいたします。